みなさん、こんにちは。西本京子のうつほ物語講座。205回目です。今日は菊の縁の巻の44回目。実忠が氷への君に取り継ぎを哀願している場面の後半を読んでまいります。なお、サムネイルの、えー、まあ、写真は。えー、紅葉重ね、紅もみじ重ね。の、えー、装束、えー、左側ですね。 それから右側は雪の下重ねということになります。で今回特に取り上げましたのはこちらの紅レナイモねがまあ季節に合っているはずなのでまだ全然紅葉していないですけれどもでも本来でしたらまあモミの季節なはずですのでまあこちらに取り上げてみました。このモミジ笠ねというのは 紅もみじ重ねだけではなくて木、えー、もみじ重ね、えーまあ、黄色いもみじの重ねですね、えー、それからあるいは楓重ね、えー、かえでもみじ重ねというようなものもございます、えー、で、えー、今回のはくれないもみじ重ねですので最初と最後一番上と一番下がくれないで、えー、上から、えー、見ていきますと 上かかららでではなくて下からですね、えー、左が一番下ですので、えー、下からくれない濃い青青というのは、えー、当時の青は今で言えばグリーンということになります、えー、そして、えー、さらに濃い青がありましてその上に黄色そして淡い口ば色、えー、そして一番上がくれないということになります。はい。 資料はいつものように資料あ説明欄からダウンロードできますのでどうぞご利用くださいまたこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集のうつほ物語に依拠しておりますではいつものように本文の読みから入りたいと思いますえー、まあ、 忠はひょうえの君に無理を言ってアテミアへの手紙を届けてもらったわけですけれどもひょの君が一生懸命お願いしてもアテミアは返事をくれなかったわけですね。それで「元採傷心魂を砕きて」ということになります。思い嘆くこと限りなくて氷ょの君を呼びてかく聞こえたも 枠がごと物思う人の胸の日におつる涙のたぎりますかな今は聞こえさすべき方こそなけれとてひょうえの君におかしげなる陣の箱ひとよろいに小金ひと箱ずつ入れて取らせたもをとて年を経て頼む人だにつれなきに箱の小金も何にかわせんひょうえ数知れる こがねはわれもなにせんに、はかりなしちょうこいをこそ思え、とてたまわらでもうのぼりてあてみやにこのおんふみたてまつるとて、なおこのたびばかりひとくだりきこえさせたまえ、こたみさえのたまわずはやがてしぬべし、とまどいこがれたもうをみたもうれば、いといみじくなん。あてみや、 久しくおぼしわずらいて、かのふみの端に、ただかくかきたまえり。涙をば、いかがたのまんまた人の、目にさえ浮きて見うとこそ聞け。とかきつけたまえり。最初、喜びたもうこと限りなし。立ち帰りて聞こえたまえり。年を経て、 げかぬ人は浮かばぬをまたかかる目は誰か見るらん。あらじとなん覚える。とて立てまつれたもう。こたびばかりとのたまはすれば暇をうかがいておぼろけならず聞こえてごろうぜさせつれ。今はすべき方もなし。かけてもな頼ませそよ。おぼし定めるときだにあるものを。今は 世は逆さまになるとも、お申し返すべきにもあらず、身を捨てて、とお申すとも、すのこにはめぐりて、きんなち、みちょうのめぐりには、みやおとどよりはじめたてまつりて、御方々、ひまなくおわしますには、とぶとりというとも、かけりたもうべくもあらず、みたてまつれば、いみじくいとおしと思いたもうれど、 たばかり聞こゆべき方もなくなんなかなかにかかることを何に受けたまわりはじめけん最初死にいりて息もせずいただきより黒きけぶりたちて青くなり赤くなりてただ息のみかようひょうへ涙を流してのぼりぬはいでは 続きまして語句の意味を確認しながら、えー、まあ、文章の意味をとってまいります。原祭章、えー、こちらは源の朝よりですね。朝よりではないです。朝ねたらですね。で、心魂を砕きて、えー、この、えー、心魂というのは、えー、魂、心、精神というような意味合いを持ちます。えー、まあ、でもこの場合は、えー、心魂 両方で、えー、いいかなと思いますね。えー、心や魂が、えー、砕け散らんばかりに、思い嘆くこと限りなくてということになりますね。えー、もうアテミアからの返事がいただけないので、えー、もう心が砕け散らんばかりに、ひ、え、ど、ー、く思い嘆いていらっしゃるわけです。えー、それでまた、表絵の君を呼びて、かく聞こえたもうというように、氷絵の君に、 えー、まあ相談するわけですね。で、サネタダが、えー、まあ読んだ歌は、枠がごと物をも思う人の胸の日におつる涙のたぎりますからというものでした。えー、わもうわきずるがごとく、えー、まあ次から次へと果てしなく物思いをするわけですね。あてみやるあてみやゆえに、えー、そういう、えー、私の、えー、胸には まあ炎が燃えていて、恋の炎ですね。えそしてそこに恋の苦しみゆえに流す涙が、この胸の炎に落ちるわけです。そうすると炎でま温められて煮えたぎるわけですね。でさらに涙を激しく流しておりますので、これが煮えたぎりながら激しく涙が流れ落ちるという、 えそういったことになりますえですからこの「たぎる」というのは「激しく流れる」という、えー、例えば、えー、谷川の急流がたぎ、えー、り、えー、流れていくというかね、えー、まあ滝がたぎり落ちて流れていくというような感じの意味と、えー、それから「煮えたぎる」という沸騰して煮えたぎるという意味と、えー、両方が、えー、まあ かけられていいるということになりますでこのような歌を読みまして「今は聞こえさすべき方こそなけれ」というようにもう「今となってはあなたに申し上げる言葉すらないことでございます」というふうに、まあ、書いてそしてそれを表絵の君に託そうとしたわけですね。 えなので表絵の君にはおかしげなる仁の箱人鎧に小金1箱ずつ入れて取らせたもを取てというようにえお手紙の、えー、使いをしてくれる、えーまあ、お礼の品を用意したわけですね。えしかもそれはおかしげなる仁の箱というこの仁というのは人工です。えー、お香は舶来物ですから非常に高価なわけですね。 ですから炊き物としてちょっぴり炊くのが普通なんですけれどもその腎そのものを使って箱を作ってあると言うんですねその箱「人鎧」という「鎧は」は、まあ、セットになっているものを指しますのでお,おそらく2箱が一対になっていいるのではと思います。そしてそういった腎の箱に黄金1箱ずつ入れてですからその一対の箱 それぞれに黄金を入れたわけですね。殺菌でしょうかね。そしてそれを氷絵に与えようとしたわけです。で、与えるにつけてもま歌を読み添えているわけですね。年を経て頼む人だに連れなきに、箱の小金も何にかはせんという。この年を経て頼む人というのは氷絵の君ということになります。 ヒ、まあ、氷河の君ミは、えー、今までにも出てきていますけれどもアテミア好きの女房でアテミアのメノトゴということになるわけですね、えー、アテミアの、えー、地兄弟です、えー、そして、えー、まあ、この年を経て頼む人は氷河の君だということになりますね、えー、もう長年頼りにしてきた人つまりあなたすら 今となっては冷淡になってしまったのですからえ、まあ、夢も希望もというか、ね、何の希望もなくなってしまった私にはえ箱の黄金えつまりえ箱に入っているこの黄金もえ何の役にも立たないのですとえ何の必要もないとあってもしょうのないものなのですとだからあなたに差し上げますと言っているわけですね。でこう言われれましては数知れる こはもなにしをそ思えというふうに読むわけですね。えー、この数知れる小金というのはこれは数えることができる黄金ということになりますね。でそれは私にも必要がないものでございますと意味がないものでございますとそして私はただひたすらはかりなし蝶というのはこれは は、まあ、測りきれないという測りで測りきれないという意味とえそれから測ることができ,ぬできないほどたくさんだという意味と両方を含んでいるわけですね。えそしてえ、というふうに聞いている行為というのはつまり「さねただ」から「えもう測り知れぬほどの」 えまあ恋心なんだというふうにいつも聞いているわけですからそういったあなたの恋のことだけを考えているのですというふうに言ったわけですねですから全体の意味としては「はかりで測って数えることができる黄金は私にもあなただけではなくて私にも何の意味もないものですと」と、えー、ただ「はかりきれぬほどだ」と「はかりきれぬほどの激しさだ深さだと」と おっしゃる「あなた様の恋のことを思うばかりなのでございます」というふうに言って玉わらでこの黄金をいただかないで猛のぼりてアテてアのもとに参上してアテてアにこの御文ま奉るということでアテてアにお手紙を届けたわけですね。でさらに続きです。なお このこのびばかり一下りとてえ一下り聞こえさせたまえ」というように言います。やはり今度ばかりはえ一行だけでもお返事をえ差し上げてくださいませとお願いするんですね。えなぜならば「こたびさえのたまわずはやがて死ぬべし」というふうに実忠が言っているわけです。え今回すら お返事がいただけないのだったら、えそのままきっと死んでしまうに違いないというふうに、惑い焦がれたもうという感じなんですね、サネタダが。心を乱して、恋焦がれていらっしゃると。えそうした様子を私は、見たもうればということで拝見いたしまして、意図意味くなんと、大層つらいのでございますと。 いう,ふうに訴えたわけです、えー、それでアテミアは「久しくおぼし患いてと、えーまあ、かなり長い間春巡したあげく「かの文の端にただ書く書きたまえり」ということでこの実忠からの手紙の端っこにただ歌を一首このように書きつけたと言います。 涙をばいかが頼まんまた人の目にさえ浮きてみゆとこそ聞けというそういった歌だったわけですね。えこの「浮きてみゆというのはえ、まあ、また人の目にさえですからあなた以外のえ人の目にさえ涙は浮かんでいるというふうに聞いていますということとえそれから「浮きてみゆというのは浮かれてみゆと とといううこででですのでえ浮気な人であるるように見えるとそのような涙を浮かべている,浮かべている人はえ浮気な人であるというふうに聞いておりますので「涙をばいかがたのまんと」とあなたが激しく涙を流しているからといってえその涙をどうして頼りにできましょうかというふうに言っているわけですね。 えつまりえ全体の意味としてはあなたの涙をどうして頼りにできましょうか涙は他の人の目にも浮かぶものでしかも涙を浮かべる人は浮気な人に見えるものだと聞いておりますとあなたは浮気な人なのではないかと思うと頼りにはできませんというふうに書きつけたまえりということになりますねでこのお返事をいいただいて 最初「喜びたもうこと限りなし」というふうに実忠は非常に喜んだわけですえそれでまあ想像はついたことですけれどもえさらに折り返してお返事をしたわけですね「え立ち返りて聞こえたまえり」ということでまたまた歌を送,ります送ろうとします「年を経て嘆かぬ人は浮かばぬを」を またかかる目は誰か見るらんというふうに読んだわけですね。えこの浮かばぬの浮かぶというのはえ一つには涙が浮かぶという意味になります。そしてもう一つはえまあ、浮かぶえ浮かぶの意味に良い状況になると。 えいうような意味合いもあるわけですねえ苦しい境遇から抜け出すとか運が開けぬ、開けるなどの意味もえ含まれていると思われますえですからえ年を経て嘆かぬ人は浮かばぬというのはえ長年あなたへの恋に嘆いていないような人はこういった涙を浮かべないものでございますとでも私はえ長年 あなたのことを思って嘆いて涙を浮かべておりましたのでこのように良いこのような幸運にですね恵まれましたという意味合いになります。そしてまたかかる目は誰か見るらんと私以外にこのような幸い幸運に あった人はえ他ににいいいいるでしょうかとといないに違いありませんと私だけがこの幸運を得たのですと長年涙を流してあなたを思ってきたからというような意味合いになりますね。え何しろえ喜びたもうこと限りなしですからお返事をいただいた喜びについて言っているんだろうなというふうに思うわけです。よくねえまあ アアテ絵の変化としては「またかかる目は誰か見るらん」なんていうような読み方やあとは言葉の方の「あらじとなん覚える」なんていうのはこれほど辛い目に遭う人がいようかと「えーまあ、私ほどあ,あなたほど、えー、男の人を苦しめる人はいないだろうと思う」なんていうような歌を特に東宮なんかは読んでいるわけですね。でもここは、えー、嬉しいと いうようなことを言っている歌なのではないかと思いますえまあこんなふうに読みましてそしてたてまつれたもうというようにアテミアへ差し上げようとしたわけですねでも表衛が断りますこたびばかりとえのたまわすれば暇をうかがいて おぼろけならず聞こえてごろうぜさせつれというわけですね。あなた様が今度だけとおっしゃったので、私は、えーまあ、隙を見て、隙を伺って、えー、そして、えー、並大抵ではなく、阿手宮様を説得申し上げて、えー、それでご覧に入れたのですというわけです。で、今はすべき方もなしと、今はもうなすすべもございません。 かけてもな、頼ませそよというようにかけてもというのはえ打ち消しの表現を伴って少しもとか全然という意味になりますえそして頼ませの頼むはえ頼りにするとか当てにするとかあるいは依頼するというような意味になりますえですので今となってはえもうえ絶対にえ私を当てにしてえお手紙の 仲介お,お取り継ぎを頼まないでくださいませというわけですねおぼし定める時だにあるものをと、えー、なぜそう言って断るかというとまだ受胎を、えー、まあ、心に決めていらっしゃらなかった時ですらアテミア様からのお返事というのは、えー、なかなかいただけないものでございましたのに 今は世は逆さまになるともお申し返すべきにもあらずと今となってはもう天地が逆さまになろうともこの五十代がお考え直しになると取りやめになる考え直されるなどということはないことでしょうとですそれで身を捨ててとお申すともとあなたが えー、こ,の宮がこの宮が破滅しようとも、えーぜえーまあ、という、えー、強硬手段に訴えてでもというように、えー、お考えになったとしてもというのは、まあ、忍び込もうとしてもということですね、えー捨,て身でえー、捨て身になって当て宮様のところに忍び込もうとしても「すのこにはめぐりて金立ちと」と、えー、一番建物の一番外側のすのこ部分には えーまあ、金立というのは正頼の息子たちつまりアテミアのお兄さんたちですね、えー、が、えー、いるわけですぐるりといるわけですね、えー、そして未朝の巡りその内側の、まあ、一番奥のアテミアが、えーまあ、寝る未朝台ですね、えー、その周囲には「宮おとどよりはじめたて祭りてという、えー、この宮というのは、えー、この 大宮ということになります。お母さんですね。それから大殿というのは父親の正よです。そのご両親をはじめとして、御方々というのはお姉さんたちですね。既婚のお姉さんたちということだろうと思います。暇なくおわしますということで、もう全く隙間がないくらいに、ぎっしりとアテミアの御頂戴のそばに、 ま、詰めていらっしゃるというんですねこういった状態などでなので飛ぶ鳥と言うともかけりたもうべくもあらずとたとえ,えあなたが飛ぶ鳥となって、ま、飛んでねアテミア様のお,におそばに近づこうとなさってもそうはできない。 ことでしょうと言うんですねそれぐらい、えー、もう絶対に、えー、無理な、えー、守りがね固め硬、えー、すぎるというわけですね、えー、それで、えー、見立てまつれば 意味軸い通しと思いたもうれどというい通しはかわいそうだとか見ていて気の毒だつらいというようなことになりますねあなた様がお嘆きになるご様子を拝見いたしまして私は非常にお気の毒だと思っておりますけれどもでもたばかり聞こえるべき方もなくなんということで 何とかしてあげたいと思っても「たばかる」というのは手段方法などを思い巡らすという意味ですのでもうどううにももお力添えのななくっってしまったというわけですねそれで「なかなかに」というのは「生まじっか」とか「中途半端に」という意味合いになります。ですから「中途半端なことになってしまいました」と。 えどうせえこんなことになるんだったらえお引き受けしなかった方がよかったのにかかることを何に承り始めけんということでえどうしてえこのようなえお手伝いをえ、まあ、最初にお引き受けしてしまったのでしょうと後悔しておりますというふうに言うんですね。 えそれでもうお手紙を届けることはできませんというようにえ頼みの綱の表揚の君に拒まれてしまったので最初実忠、まあ、は死に入りて息もせずということでえもう死んだようになってしまったわけですねえもうう意識を失っってししまった状態なんでしょうね。 いただきより黒き煙立ちてという、このいただきというのは頭頂という意味です。えですから頭のえてっぺんからえ黒い煙が立っているというのは、まあ、えこれは誇張表現でえ、まるでそんな風になっているかのように、 青くなり赤くなりということで顔色が赤くなったり青くなったりしてそしてもうぐったりしてしまってただ息のみ通うというように息をしているだから死んではいないんだけれどもかろうじて死んではいないんだけれどもまるで死んだような意識のない状態になってしまったわけですね。 でこんな風にサに実忠が自分の言葉でなってしまったので兵衛は涙を流して登りぬということで涙を流しながらアテミ宮のおそばへと戻っていったということになります。はい、でこちらが神殿造りの神殿造りを俯瞰した写真とそれから姫君の室内の様子ということになりますね。 すのこれスノコは、えー、この周囲のこの部分ですので、えー、この周囲にぐるーっとアテミアの数多いお兄さんたちが、えー、いるということになりますね、えー、そして内側の、えー、未帳というのはこれは未帳台のことで、えー、このまこれですね、えー、そしてこ右側の 写真姫君というのは大体この未頂戴うだいの中にいたりそのそばにいたりという感じになるわけですね。ですから例えばアテミアがここにいるとすればこの周囲ぎっしりはもうお父さんお母さんお姉さまたちがぎっしりいるとひしめいているというような状態であるというんですね。 じゃあ久しはということになりますけれどもまあひさしの方にも当然え人がいるというようなことになるんでしょうね。えまあ、こんな状態だからとてもえ私が手宮様に近づくことすら容易ではないのでお手紙を届けるとかましてや実忠様を手,に手引きするなんていうことは絶対無理なのでえもう,えもうあなたは お手紙のね、お返事をいただいてもえこうやってえ諦めることをなさらないのだからえもうえ無理でございますというようにえ拒絶したということになりますね。でもそうやってタダを拒絶するのは表絵、まあの君にとって非常につらいことだったというようなことになりそうですね。はい、で簡単に注釈を添えておきます。 仲介役の氷衛の君に実忠が渡す、まあ、お礼の品はどんどん高価になってきていますよね。え前回は蒔絵の置口の箱人鎧に綾絹畳入れ夏の装束綾重ねにて入れてというようなものでした。えこれも、もう巻絵の 巻絵が施されていていただのね漆塗りとか白木とかそういった箱ではなくてえ漆を塗った上にさらに蒔絵が施されていてえそしてさらにさらに置き口というように縁のところに金や銀でえ、まあ、金や銀が置かれているというえそういったえ、まあ、立派な豪華な箱にえあやや 絹を一つには畳み入れてもう一つには夏の女装束人そろえを入れてまあ氷柄の君に送ったというようなことになります。でこの夏の装束の方すらも一般的な女装束もから絹はかまですね。 えこれだけではなくてさらにそこに重ね打ち木を添えたそれがこの綾重ねになるんですけれどもこの綾重ねを添えた貝具と呼ばれる女装束これを蒔絵を施した立派な箱に入れて送ったというそういった贅沢さだったわけですね。それが今回は貴重な人工で作った箱に 人工を素材としてえ作った箱に黄金を入れて渡したというのですからこれ以上はないというぐらいえ贅沢な品ということになりますいくら左大臣家の息子の実忠であってもえこれは大変高価なものですね。人財財産、二財産といったももののですのですねえだけれども実忠は アテニアへの恋が成就しないのなら私には黄金など何の意味もないのだとだからあなたにあげるというように言っているわけですね。でえ通常ご褒美を弾めば弾むほど仲介役の人も熱心に依頼に取り組むことになりますよね。でも氷揚の君は今回の品を受け取ろうとはしないわけです。 そして贈り物に対する、えー、彼女の変化はと言いますとあなただけではなく私にも黄金,なんて、えー、黄金なんて何の意味もないのですと私はただあなたの恋のことだけを思っておりますというような歌だったわけですね。えー、これが氷への君の気持ちなわけです。 表の君はどうせ期待に応えることはできないのだからという申し訳なさで黄金を受けけ取らないというわけではないいいとうわでではすよね。どんな豪華な見返りが得られるかどれだけ自分が得をするか儲けられるかなどというような問題では決してなくて彼女は以前からずっと身はいたずらになるとも というように、えー、前回読んだ部分で書かれていたんですけれどもたとえこの,この身が破滅しようともという気持ちで全力で、えー、ずっとさねただの恋の成就に,成就にいわば献身してきたわけですね、えー、ですから、えー、むしろ、えー、前回よりももっと立派な品を、えー、差し上げますというように言われてしまうと、えー、むしろ侵害な感じすら あるのかもしれませんただ純粋にサネタダを喜ばせたいという気持ちから何とかしてあげたいという気持ちから、ま、仲介役に励んできたということになります彼女にとってアテミアへの恋に枠乱して深く嘆き続けるサネタダの姿を見るのは 意図意味じくえつまり大変つらくて意味じくいとおし非常に、えー、気の毒でならない、えー、っとかわいそうでならない、えー、そういったことなわけですね。えーで,えー、ですから、えー、こもう、えー、自分にはなすすべもなくなってしまって実忠、えー、の依頼を、えー、もはや、えー、断らねばならない。 という、えー、今断っておきながら、えー、自分は涙を流して実忠のもとから立ち去るというようなことになるわけですね。えー、まあこれ前回はこの,の「表ょの君」が実忠のメシウドである可能性 とということも、まあ、念頭に置いておく必要があるかもしれないというお話をしたわけですけれどもえでも今回私「ひょの君」の年齢ってそういえばいくつだっけというようにえ、まあ、確認してみましたらえこれアテミアの目のと歩ですのでアテミアと同じ年齢のはずですよね。そしてアテミアテは15歳なんでですね今この場面でとなりますとひょの君も15歳。 であろううとということになりますえそして実忠はと言いますと新編日本古典文学全集の「うつほ物語の」の、まあ、第2巻の巻末についている年表年立によりますと実忠はこの時28歳くらいのようなんですねえ。こうなってきますと何しろ数えですので今で言うと14歳ということになりますと表絵の君は まあ、女性というよりはまだ少女ですよね。そうなるとまあ、どちらかといえばメッシュー度などの男女関係というものをサネタダの間に考えたくはないですよね。えただ今回読んだように表絵の君はえもうどうしてもこのサネタダへのまあ好意には溢れていますよね。えサネタダが 好きであるということは、まあ、確実なような気がいたします。えー、ですからメシウドなどの男女関係はなくても、表現の君は、えー、サネタだが好きなんだろうと思われるわけですね。えー、それで、えー、この自分が 好意、えー、を抱いているというか死亡している実えー、13歳も年上で、えー、だからとっても大人に見えますし、えー、身分的にも氷衛の君は、えーまあ、せいぜいね将来的になれるとしてもメシウドになれるかなれないかぐらいの身分で、えー、とても奥さんにとか恋人ちゃんとした恋人になんていうような立場は望めないようなそういった身分差なわけですね。 えですから恋心や憧れというようなものをねこの大人の素敵なえサネ実忠に抱いていてえそんな実忠のために一生懸命えまあ、意に沿うようにえ、まあ、献身してきたわけですね。えでもえもしもうえこれでえどうしようもなくなったとお手,だすあのもう手助けもしようがなくなったとでこれ以上えまあ 実忠に関わってしまっては実忠にとっても良くないというように考えた表衛の君がこうやって仲介役を毅然と拒んでしまったということはつまりアテミアとの仲介役という実忠と自分をつなぐものというのがなくなるということになります。 もう実忠と関わることはえできなくなるだろうと、えーまあ、おそらく大好きな実忠様ですね。えー、で、えー、お目にかかることもお召しにね、えーまあ、相談あのお手紙を届ける相談のために、えー、自分をめ召し出してくださるようなことももうなくなるだろうというようなことを、えーまあ、承知しながらも、えー、もう毅然と。 ね拒んでこの関係性を断ち切ったわけですねだからこそ涙を流してまあ、立ち去っていったというようなことになるんだろうと思いますはいでは今日の動画は以上となりますご覧いただきありがとうございました次回の配信は10月31日の木曜日です この、えー、まあ、ちょっと死に絶えたようになってしまったサネタダはこの後息を吹き返すんですけれどもさらにまあ、諦めることなく、えー、テラテラに恋の成就を、えー、まあ、盛大に祈願していくというそういった場面を読んでまいりますそして最後の写真はこれはススキの写真ですね本来だったらこんな風な光景が見られる えーまあ、寒々とし始める木、えー、枯らしなども吹き始めるような時期のはずなんですけれども、えー、もう昼間は半袖で十分というような、えーまあ、何なら今日の夜などは、えー、ちょっと蒸し暑いぐらいの、えー、感じもありますよね、えー、一体いつになったら本格的な秋らしさを感じることができるのかなと思いつつ、えー、この写真を採用してみました。 いかがでしょうかそれではまた